ここで何している？おぉ、おぉ、パッパッパ、ここで何している？おぉ、おぉ、パッパ、ここで何している？おぉ、おぉ、あれ？エイシンくん？やめろ、俺か！はい、こんにちは、まえチャンネルまえはなです。はい、今日はですね、いろいろあるんですけれども、スターウォーズ系でございます。はい、これいいね、このボイスチェンジャー今までで一番声が響いてる。ここにスイッチがあります。おーっと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 、エジン君もかぶってみてください。でっかっ、でかい、でかでかい、でかい、カイドウでまだいい。でかい、でかいよ、すごいね、なんか面白い、逆になんか面白いよ。すごい、おいで、声もすごく響く。うん、怖い、怖いわやっぱ。ブラックシリーズの、ストームトルーパーのヘルメットでございますね。はい、去年はね、あのカイロレンのブラックシリーズのヘルメットを買ったんですけれども、今年はねローグワンなのでストームトルーパーが出てましたね。あとシャドウトルーパーもあったんだけど、シャドウトルーパーはとりあえず今は買っておりません。はい、はい、で今日はですね、このヘルメットをかぶりながら、このチョコエッグ、フルタのチョコエッグじゃなくてちょっと海外製のやつ、これをですね、うちの奥さんが見つけて買ってきてくれました。はい、あとですね、このディズニーストアでこれなんか安売りしてたのかな、よくわかんないんだけど、スターウォーズのカップ、お、それとお皿、お、があったみたいので、これも買ってきてくれたんで、これすげえ、これ開けていきましょう、これもね。はい、じゃあこれかぶりながらやった方がいいかな。まあこれ開封するのはね、けどチョコエッグは当たった方がいいよ。じゃあこれとりあえず開封しましょう。とりあえずこれ開封しましょう。はい、はい、あ、お皿4枚入ってました。BB-8 と R2D2、 ダース・ベイダーとルーク、R2D2 とジャワ、それとダース・ベイダーですね。はい、あとカップの方はダース・ベイダーとストームトルーパーいっぱい、はい、チューバッカやスリーピーオーやハンソロやアートゥーとかレイヤーとかルークがいるスター・ウォーズと書いてある。そうだね、イオークだね。あ、イオーク、イオーク、これはフォースの覚醒だ。うん、キャプテン・ファズマやらカイロレンやらレイやら、うん、あ、スリーピーオーの手が、手が、ね、左手がね、肩は赤くなってね。なるほど、なるほど。ああ、ってなるよね。うん、これらはですね、プラスチックじゃなくてメラミン樹脂ですね。はい、あの落としても割れないやつです。はい、はい、じゃあチョコエッグ3箱あるので開けていきましょうか。はい、1箱にまた3個入ってたね。うん、ラインナップこういう風になってるみたいですね。はい、時代はもうバラバラですね。うん、中開けていきましょうか。はい、今回は組み立てるってわけじゃなくて、もういきなり中にそのまま入ってるっぽいからね。どう、おいしい？うん、なんか海外製のチョコエッグってなんかね、おいしくない時あるからさ、たまに、あの砂みたいな、砂っていうかなんか変にザラザラした味のチョコとかあるから、これおいしい？うん、あ、よかった。アドベントカレンダーと同じチョコ。あ、そう、よかったね。うん、はい、じゃあ2種類のカプセルが出ましたね。これなんか半透明のやつと透明のやつ、ねえ、タイプが違うんだろうね。うん、開けていきましょうか。じゃあ、はい、これどうやって開けるの？開いた、開いた、何が出た？あ、これも開いた。レイヤ姫、レイヤ、クリア、クリアのレイヤ姫。うん、パパは、あ、3PO と R2D2、 これだ、これ消しゴムだ。こういうものが入ってましたね。これなんだろうね、多分プラスチック、樹脂みたいなのね。うん、レイヤーが2つ出ました。はい、オビワンが2つ出ましたね。はい、あとこちらヨーダも出ましたね。はい、そしてクリア、最後はグリーバス将軍ですね。はい、これはすごくいいね。うん、続いてこちら消しゴムですね。はい、R2D2 と C3PO です。こちらボバフェットの消しゴムですね。はい、最後にクローントルーパーの消しゴムです。そうだね、変わった、チョコエッグでございましたね。はい、はい、ということで今回はスターウォーズのブラックシリーズ、ストームトルーパーのヘルメットとお皿やコップやチョコエッグでした。
はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、では今日もやっていきましょう。質問コーナーカラー RGB さん、東映ヒーローワールド限定でデラックスレッツゴーイチゴガシャットが売ってますよ。知ってます。はい、この前行ったんです。うん、ところがもうお店が閉まってました。はい、あーっていうね。そう、7時ぐらいに行ったらもう閉まってたね。うん、多分6時ぐらいで終わっちゃったのかな、その人はね。うん、スケアリーさん、今度運動している動画撮ってください。うわー、運動ね、二人とも超苦手だからね。取れるかもしれないけど、取れないかもしれない。小豚三匹の3。寸劇最後にあった方がいいですね。あ、そうだった。あ、今回ね、ちょっと初めて寸劇最初に持ってきちゃったんだけど、はい、ダメだったか。じゃあまた、これは検討したいと思いますね。はい、ヒーロー&子供チャンネルさん、寸劇いつも楽しいですよって。あ、ありがとうございます。嬉しいね。はい、あの、こちらがね、ほぼほぼ楽しんで撮ってるだけだからね。はい、それが皆さんも伝わって楽しんでいただければ本当に嬉しいですね。はい、はい、ということで今日のですね、スター・ウォーズの動画の、コメントは、次の動画の最後の方でお答えしたいと思いますので、はい、こちらの方にもコメントいただきくださいね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。これね、下のコスチュームはファーストオーダーストームトルーパーなんだよ。ああ、気づいた人いるかな。ねえ、うん、勝俣さんとコラボした時にね。あ、そうそう、使ったやつ。はい、途中で気づいた人いたらなかなかのスターオーツですね。うん、これはあの、これと合ってないから。